この映画はあの林さんと小松さん演じる2人が心に痛みを抱えているということで今回は一般の方から私のお悩みをツイッターで募集いたしましたそれをです、ね、演じられた林さんと小松さんに、まあ、もちろん柿本監督にもですけれどもこの場で答えてもらいたいと思います。 10代女性様私は虫が苦手で本当に小さな虫でも飛んでくると声を出してのけぞってしまうほど怖く周りの人も急に大声を出すのでびっくりされますまた蚊も叩くことができず叩くことができず困っていますどうしたら虫に恋することができるでしょうか ね、じゃあちょっと座ってもらいまして<ー>ちょっとこの画らしい質問ありがたいご限りですけれども、はい、さあどう答えますかえっとーまあそんなに恋しなくてもいいんじゃないかなって思うんですけど僕もやっぱり虫はそんなに得意な方ではなくて、えー、でも最近はやっぱり、えー、なんか命を感じることが大事なんじゃないかなと思って。あのーまあ、見た目がちょっと 嫌なものでもあんまりこう頭ごなしに拒絶するのではなくみんな生きてるんだなと感じて蚊でも止まった時にもうすぐにねあの拒絶するのではなくえとこの血を吸ってえ生きてるんだなって生きなきゃいけないんだなっていうのを感じてからそーっと。 逃がすっていう。パチンしないんですか。し,しないです。<laughs> あれ、まあ、たまりましたけどね。<laughs> でもなんか本当にそういう風に感じるられればいいんじゃないですかね。優しいですよ。<はい S 2> どうですか小松さん、林さんはパチンしないそうですけど。私はしますね。<laughs> <laughs> すいません、あの優しいコメントの後にちょっと心苦しいですけど。 やっぱり血は吸われているので、うん、容赦なく、そこはでもまあ好きに別にならなくてもいいんじゃないかなと思いますやっぱり苦手なものはみんなありますし私もまあ好きなあの虫と苦手な虫っていうのはいるんで、はい、大丈夫ですみんなな嫌いなものあります。<laughs> こんな感じでちなみにゴキちゃんが来たらどうするんですか。いやもうとんでもないですよ。もう本当それこそもうシュです。これがね。これさえればなんとかなります。どうやって捕まえますか。コップとかですか。捕まえますか。やっぱ逃がすんですかこうやって。叩きます。叩くじゃないです。えでもでもなんかちょっと変わってきてて本当にもう逃がす。逃がすんですか。はい。それ結構。 難しいですよ。多分。なんかやっぱりあんまりね関わる必要がないじゃないですか。だから迷い込んできたと思って。はい、<laughs> 優しい。優しい。